ーの声を届けます。清水谷放送局。恋する君のために僕は走る。大阪コミュニケーションアート専門学校ライトノベル小説作家専攻2年生下岡しおり。高校1年生の風原優は新聞部の部員であり部長である。優くん、ここを何の記事載せる？優に声をかけたのは彼の幼なじみの小沼愛菜である。そうだな、じゃあ3年の先輩のカップルの話でも入れておこうか。あのラブラブなカップルなことだよね。私もあんな恋がしたいな。バカなこと言ってないで早く仕事しろ。はーい。優が怒るとアイナが少し頬を膨らませて作業を始めた。優たちが作る新聞は学校のスクープをもとに新聞に載せたい人に取材をして記事にしているというもの。中には幸せそうなカップルや仲の良い友達のグループ、全国優勝した部活などがある。ねえ、もし私がこの部活を辞めるって言い出したらどうする？アイナが作業をしながら言った。ユウも作業をしながら答えた。全力で止めるだろうけど、アイナはこの部辞めないだろ？そうだね。言うなりに正しい答えを出したはずなのだが、アイナは少し悲しそうな顔をしていた。もちろん作業に没頭しているユウはそれに気づいていない。ただ一人気づいていたのは、もう一人の新聞部の部員の真壁壮太だけだった。週に一度の部活以外の時間は優たちにとって暇以外の何物でもなかった。学校に部活をしに来ているような彼らは、学校生活は退屈極まりないものなのだ。最近一週間が長く感じる。次の日の昼休み、新聞部の部員でお弁当を食べていた。新聞部の部員は友達がいない人で集まっているようなもので、周りからはぼっちの吹きだまりなんて言われている。そのせいか部員は3人しかおらず、まだ部としては活動できていないのが悲しいところ。しかし教師たちはそんな3人の頑張りをたたえ、週に1日だけ美術部の部室を貸している。確かに新聞部の活動をしているときは時間が経つのが早く感じるのに、学校にいるときにはとてもつもなく時間が長く感じるんだよな。だよね。ああ、早くあさってになってほしいな。そうだもん、そう思うよね。俺はそういうこと考えないようにしているから。そうたは不愛想で無口なキャラ。だから優とアイナ以外は誰も近づこうとしない。どういう意味？そういうこと考えたら物事がつまらなく感じるだろ。だから俺は時間が流れるままに生きればいいと思ってる。しかし話せばとてもいいやつだということを二人はよく分かっていた。なるほど、ソータ頭いいね。アイナはソータに抱きつこうとするが、ユウがそれを止めた。ところ構わず人に抱きつく癖、そろそろ直せ。いいじゃん、誰も見てないよ。そういう問題じゃない。簡単に言えば、優は嫉妬しているのだ。小さい頃から優はアイナに思いを寄せていた。しかしアイナはそんな気持ちには全く気づかずに、何か感動したことがあれば誰かれところ構わず抱きつく癖がある。そのせいで抱きつかれた男は無駄に彼女を意識してしまうのだ。その度に優は何度も誤解を解いてきた。相変わらず優くんは堅物だな。アイナ、
あのまま抱きつこうとしていたら、ソータは今頃全力で逃げていたぞ。ユウがいたずら半分で言った。え、そうなの？でも騙されやすいアイナは本気にしてソータに真相を聞いた。ユウはソータに目で合図を送る。それを感じ取ったソータはため息混じりに答える。まあな。そうなんだ。じゃあユウくんは私が傷つかないように守ってくれたんだね。ありがとう。ああ。アイナに満面の笑みを向けられ、ユウは赤面する。もちろんアイナはそれに気づいていない。はあ。唯一ユウの気持ちを知っているソータはため息を漏らす。なかなかユウの気持ちに気づかないアイナにもだが、なかなか告白しないユウにソータは一番呆れていた。じれったいのが一番見ていて腹が立つとソータは思った。ようやく新聞部の活動日がやってきた。やっとか。ユウはいつものように隣の教室にアイナを迎えに行った。あれ？教室に来るといつもいるはずのアイナの姿がない。あのアイナ、お沼さんは？人見知りのユウは勇気を出してアイナと同じクラスの女子に話しかけた。ああ、お沼さんならもうとっくに教室出て行ったけど、もう部室行ってるんじゃない？そんなはずはないとユウは思った。もし先に部室に行くなら連絡があるだろうし、そもそもアイナが先に部室に行くなどありえないのだ。わかった、ありがとう。ユウは女子にお礼を言って部室へ向かった。念のため携帯を確認したが、何も連絡は来ていなかった。もしかしたら何か事情があって連絡をし忘れたのかもしれない。ユウはいろいろ思いを巡らせながら部室へ向かうのだった。ガラガラ。ユウは新聞部の部室の扉を開けた。部室にはソータしかいなかった。遅かったな。今日の部活休みなのかと思った。ソファーで寝転んで雑誌を読んでいたソータは、ユウが来たことに気づき体を起こした。そんなわけないだろ。ところで、アイナは？ユウは部室を見渡しながら言った。まだ来てないけど、一緒じゃないのか？ソータは明らかに怪訝な顔をして答えた。いつも一緒に来ているのに、今日はどうして一緒にいないのだろうと、ソータは心底疑問に思った。ああ、教室行ったらいなかったから先に部室来てるのかと思って。少しずつユウの声が震えてくる。普段冷静なユウも好きな人のことになると自分を忘れてしまうようだ。それを感じ取ったソータはユウを椅子に座らせる。とりあえず落ち着け。お前はちょっとしたことで動揺しすぎだ。携帯には何か連絡あったか？ここに来る前見てみたけど何もなかった。そうか。昼休みまで普通だったのにな。とりあえず電話してみろ。ああ。ソータに言われるがまま、ユウはアイナに電話をかけていた。その携帯を持つ手は尋常ではないほど震えている。もしかしたら何かの事件に巻き込まれているかもしれないという最悪のことばかり考えてしまう。ユウはアイナのことになると異常なまでに心配するところがあるのだ。プルルルル、プツ。ユウくん。しばらくのコール音の後、電話口からか細いアイナの声が聞こえた。アイナ、今どこにいるんだ？今日部活だぞ。
優は震える声をアイナに隠すように言った。しかし横にいるソータにはすでにバレている。優くん、あのね、私部活辞めることになったんだ。え？優は自分の耳を疑った。アイナが部活を辞める？ありえない。入学当初、アイナとユウは一緒に新聞部を立ち上げた。中学の時、新聞部に所属していたユウとアイナは高校でもやりたいと思ったのだが、入学してみると新聞部が存在していなかった。ユウとアイナにとって新聞部は特別なものだった。部員と共に学校のさまざまな情報を生徒たちに教えるのが楽しかった。中学の頃、2人と同じように新聞部に所属していたソータを誘って、先生に申請を出して新聞部を作り上げた。人数はいまだに少なくて、部としては成立していないが、このメンバーで部活をしていることが楽しかった。だが、アイナはそうじゃなかったのか？ユウは不安になった。私ね、新聞部にもう飽きちゃったんだ。静かなアイナの声が電話口から聞こえた。ユウは携帯を落としそうになったが、なんとかこらえた。アイナとの電話を切ってしまったら、もう一生会えないかもしれない。なぜかそんな気がした。もう切るね。バイバイ、ユウくん。その声を最後に電話が切れた。ユウは携帯の画面を眺めている。そんなユウに声をかけたのは、さっきまで黙って電話をするユウを見ていたソータだった。ユウ、アイナの家へ行くぞ。え、なんで？決まっているだろう。アイナを説得するんだ。ソータの言葉にユウはキョトンとした顔をした。説得だなんてできるわけがない。一度辞めると言った人を説得するなんてなかなかできることじゃない。そもそもユウはあまり人に強く言える性格ではない。説得している時にもっともなことを言われてしまえば、そこでユウは負けてしまうのだ。お前さ、前にアイナに私が部活を辞めたらどうするって言われた時言ったよな。もしそうなったら必死に説得するって。確かにそう言ったが、それはまさか本当に起こると思っていないから言えたことだ。実際に起こればどうすればいいのかわからない。俺はアイナの意思で部活を辞めたいと言ったとは思えない。その瞬間にユウはあることを思い出した。新聞部を作るときにアイナは親にとても反対されていた。当初は親の反対を完全に無視していたのだが、今になって無視できなくなったということか。ユウ、行こう。俺は3人揃って初めての新聞部だと思っている。ソウタ。ユウとソウタはアイナの家に向かった。大切な仲間を、大好きな人を取り戻すために。その頃、アイナは親の前に正座をしていた。アイナ、きちんと部活はやめてきたの？はい、お母さん。アイナの両親は有名な私立高校の教師で、とても教育に熱心だ。だからアイナの部活には元から反対していたのだが、アイナがどうしても部活がしたいというので、成績を落とさないことを条件にしぶしぶ部活動を許可したのだが。そう、これで勉強に集中できるわね。これからは余計なことは考えないで、テストのことだけを考えなさい。はい。アイナは1年の2回目のテストで学年順位10位という結果になった。
他人から見ればとてもいい成績だが、アイナの両親はそれを許さなかった。以前の1回目のテストでは全教科満点で学年順位1位だったから、なおさら許せないのだろう。アイナの通っている学校自体そんなに頭がいいわけではない。だから1位を取って当然だと思っているのだ。ユウと同じ学校に行きたいと、アイナは両親を何度か説得し、今の学校に入学した。3年間、学年1位を取り続けるという条件付きで。じゃあ、もう勉強しなさい。もうすぐお父さんも帰ってくるから、また呼ぶだろうけど。わかりました。アイナが敬語を使っているのも、両親が教育熱心なことに関係していた。親に敬語を使うのは当たり前。アイナはそうやって教えられてきた。小さい頃からずっと勉強ばかりしてきたアイナにとって、唯一心が安らぐ場所が新聞部だった。重苦しい雰囲気がいつも漂っている家とは違って、新聞部は暖かくて穏やかな空気が流れていた。何よりアイナのことを一番理解してくれるユウのそばにいることが彼女にとっての幸せだった。だがそれを奪われてしまってはアイナには何も残らない。これからはひたすらに勉強して、誰とも関わることなく親の期待に応え続けなければならない。アイナは自分の部屋で一人、窓から見える空をじっと見つめていた。ユウとソータは急いでアイナの家へやってきた。走って乱れた息を整えてからアイナの家のベルを押した。中から出てきたのはアイナの母だった。あら、あなたたちは確か。風原優です。こっちは真壁颯太です。あの、アイナちゃんいますか？優は声を震わせていった。実は彼はアイナの母が昔から苦手だった。アイナの家に行って挨拶をしても優しくされたことがない。それは颯太も同じだ。二人とも肩が異常なまでに上がり、アイナの母に緊張しているのが伝わってくる。もっともアイナの母がそれに気づくはずもないの。いるけど何の用かしら。あの子は今勉強中だから邪魔されたくないのだけれど。やっぱりとアイナの母の言葉でユウたちは思った。部活のことを反対されたのだとユウたちは確信した。俺たち、アイナを部に戻しに来たんです。ユウはアイナの母をまっすぐな目で言った。アイナの母は顔をしかめ、ユウを見ていた。アイナは俺らにとってなくてはならない存在なんです。だから、アイナの部活を許してやってください。ユウは頭を下げた。それを見たソータも頭を下げる。お願いします。頭を下げたままユウはもう一度懇願した。その様子をアイナは部屋の窓から見ていた。ユウ君とソータがどうして。アイナは自分の母に向かって頭を下げる二人を涙を流しながら眺めていた。そしてアイナは二人のもとへ向かった。ユウ君、ソータ。アイナの呼び声にユウとソータは勢いよく頭を上げた。目の前には母とユウたちの間に立つアイナの姿があった。お母さん、私、新聞部の活動がしたいです。確かに成績は下がっちゃったかもしれない。でも頑張りますから、絶対に成績を上げてみせますから。だからお願いします。もう一度新聞部の活動をさせてほしいです。アイナがそこまで言った時、低い中年の男性の声が聞こえた。アイナ、そんなに新聞部が大事なのか。お父さん。その声の主は
アイナの父だった。仕事帰りなのでビシッとスーツを着こなしている。話は聞かせてもらった。アイナ、新聞部をどうしても離れたくないと、そう言いたいんだな。はい。私、この二人と新聞部で活動したいんです。ユウもソータもいい人で、一緒に活動している時がすごく楽しいんです。アイナは今度は父を見て言った。ダメよ。このまま新聞部を続けていたら成績が下がる一方だわ。それに新聞部は女の子一人でしょ。母さんはそれが心配でもあるのよ。アイナの母、カナコが冷たく言い放った。それでもアイナは食い下がった。お母さんの気持ちは十分に分かっています。でも私には二人が、新聞部が必要なんです。アイナはもう一度カナコに頭を下げた。何度言われても許可するわけにはいきません。アイナ、学生の本分は勉強だ。それを妨げる者は親として防ぐ必要があるんだ。分かったならその二人に別れを言って家に入りなさい。アイナの両親は頭を下げるアイナに冷たい言葉を浴びせると家に入ろうとした。じゃあお父さんもお母さんも高校の時部活していなかったの？アイナはゆっくりと顔を上げ両親を見た。家に入ろうとしたアイナの両親はアイナの方へ振り返った。お母さんとお父さんは昔から勉強ばかりしていたの？私知ってるよ。二人が新聞部に入っていたこと。そのアイナの言葉に黙って聞いていたユウとソウタは目を丸くした。アイナの両親は黙ってアイナを見ていた。それなのにどうして反対するの？アイナは声を大きくすると、カナコとアイナの父ヨウイチはため息をつき答えた。私たちはね、高校時代アイナたちと同じように新聞部を立ち上げたわ。最初は新聞部の活動が楽しかった。だがある日事件が起きたんだ。事件？アイナはカナコたちの話を真面目に聞いていた。ユウとソータも耳を傾けている。私たちが書いた記事の中でデマ情報があったことが分かったの。情報源である先輩側が嘘をついていたことが分かったけど、その嘘を見抜けなかった私たちにも非があるとした学校は新聞を1年間の活動休止にしたの。でも私たちはそれ以上にそのデマのせいで人を傷つけてしまった。それが一番つらかったわ。そんなことがあったんだ。自分の知らなかった両親の過去にアイナは胸が痛くなった。これで分かっただろう。俺たちが新聞部の活動に反対している理由が。お母さんたちはね、アイナにそんな経験してほしくないの。アイナは何も言い返せなかった。本当のカナコたちの気持ちを知ってアイナは気持ちが揺らいでいた。アイナ、新聞部のことは忘れて勉強に集中しなさい。そうすれば辛い思いはしなくていいの。アイナにそう言い聞かせてカナコは家に入ろうとした。しかしまたその足を止める声がした。そんなの納得できません。今度はアイナではなくユウだ。うつむいていたアイナはそんなユウを見て目を丸くしている。よそ者の僕が勝手に口出ししていい問題じゃないのかもしれないけど、どうしても諦められないんです。目を丸くするアイナの前に立ち、ユウはまっすぐにカナコとヨウイチを見た。人見知りであまり強く言えないユウのこんな姿はアイナもソータも初めて見た。僕にとって新聞部は特別なものです。立ち上げたばかりで人数も少ないけど、3人で一緒に新聞を作ったり新聞に載せる記事を決めたり
3人それぞれで取材をしてその内容を報告し合ったり、そんなことができるのはこの3人だからこそだと思うんです。だがな、ゆうくん、部活をしているとどうしても意識がそっちに行ってしまうだろう。そうすれば成績が下がる。部活をすることは楽しいが、学生にとってマイナスなんだ。ユウの必死な思いは陽一の言葉で一瞬で砕かれてしまった。しかしユウは諦めなかった。じゃあ高校時代苦労しましたか？部活をしている時にあなたたちは苦労していたんですか？部活をやめたいと思っていたんですか？ユウの言葉にかな子たちは黙ったままだった。さっき新聞部の活動が楽しかったって言っていたじゃないですか。その事件が起こらなかったら新聞部を続けていたんですよね。ユウは黙っているかな子たちに続けざまに言葉を紡いだ。怖いんだ。沈黙していたその空気を破ったのは陽一だ。その声はさっきとは比べ物にはならないほど震えていた。このままアイナが新聞部を続けて俺たちと同じ目に遭うのではないかと。そんなことになったらきっと後悔するからな。それは陽一の本心だった。自分があった辛い目に娘を会わせたくないという父親の本心なのである。お父さん、私何があっても後悔なんてしないよ。何があっても絶対に楽しい部活って言える自信があるから。でもね、アイナ、私たちと同じ経験をしたらあなたは、別にお母さんたちを否定するわけじゃないけどさ、こんな最高な部員がいる部活だよ。絶対楽しいに決まっているよ。お父さんもお母さんも二人のことを信じているんでしょ？だっていつも二人が遊びに行って帰った後に言っているもんね。また遊びに来てほしいって。アイナのその言葉にかな子たちは今度こそ言葉を失った。ユウたちはその事実を知って驚いている。アイナ、それ本当？ユウが聞くとアイナは元気よくうんと答えた。今まで優しくされたことがないので嫌われていると思っていたが、そうではなかった。考えてみれば家に入ることを拒まれたことはないし、出て行けと言われたこともない。ただ不愛想なだけだったのだ。本当は自分たちのことを大事に思ってくれていたのだ。そう思うと優とソウタ、とても嬉しくなった。お母さん、お父さん、私が言うのもおかしいけどさ、部活を辞めるって言ってこれだけ必死に説得してくれる友達が自分の娘にいるなんて素晴らしいと思わない？アイナは少し鼻を高くしていった。はあ、勉強サボっちゃダメよ。うん、ありがとうお父さん。アイナはかな子に抱きついた。例の感動すれば誰かで構わず抱きつく癖が出たのだ。しかしその事実を両親は知らない。家では優等生を演じていたアイナだ。自分の娘にこんな一面があるとは思ってもいないだろう。アイナ、どうしたの？驚くかな子をよそにアイナはのんきに顔を上げて笑っている。うん、アイナにこんな一面があったのかと思っただけ。ニコッと笑うかな子にアイナは不思議そうな顔をしていた。アイナ、お前こんな風に感情を出せる子だったんだな。それもユウ君たちのおかげか。陽一に言われてアイナはようやく気がついた。自分が抱きついたことでかな子が驚いていることに。無意識のうちにアイナは親には抱きつかないようにしていたのだ。うん、そうだよ、ユウ君とソウタのおかげ。
アイナは満面の笑みで答えた。それを見たかなこと陽一は嬉しくなった。娘がこんなに笑っているのを見たのは初めてだ。じゃあアイナ、ユウ君たちと話したいこともあるだろうから、それが終わったら家に入ってきなさい。はーい。かなこたちが家に入るのを確認すると、アイナが言った。ユウ君、ソータ、お礼に送っていくね。いいよ、お父さん心配するだろうし。俺もパス。ユウとソータはアイナの提案をすぐに否定した。途端にアイナは肩を落とした。まだいっぱいユウくんともソータとも話したかったのに。あ、いや、別にアイナと話すのが嫌ってわけじゃなくて、その…ユウはそんなアイナを見て慌てて訂正しようとするけれど、うまい言葉が見つからない。ユウ、俺はいいから送ってもらえ。おどおどしているユウにソータは耳打ちした。ソータの言葉にユウは聞き返した。え、二人で帰るって言ってるんだよ。話したいことあるだろ。その次のソータの言葉にユウは顔を赤くした。ソータは二人に気を使ったのだ。二人で何を話してるの？こそこそ話？あ、いや、何でもないよ。やっぱり送ってもらおうかな。本当？アイナは一気に目を輝かせた。うん。ユウはアイナに顔を近づけられたことにより、また顔を赤くした。よく顔を赤くするやつだなと、ソータは思った。ああ、俺はいい。この後寄るところがあるし。もちろんソータのこの言葉は嘘だ。二人きりにさせるためには嘘も厭わない。そうなの？あ、じゃあな、ユウ。頑張れよ。ソータはアイナに聞こえないようにユウに耳打ちをして去っていった。帰り道、もしかしたらそれと似たようなことをするかもしれない。じゃあ行こっか、ユウくん。アイナはさりげなくユウの手をつかみ歩き出した。それだけでユウの顔は真っ赤になる。男として情けないなとユウは思った。こんな調子でアイナに思いを伝えられることができるだろうか。帰り道、ユウとアイナは手をつないで帰っていた。懐かしいね。昔よくこうやって二人で手つないで幼稚園とか公園とか行っていたよね。いい加減自覚してほしい。アイナはもう高校生なのに、どうしてここまで子供っぽくいられるんだろう。子供っぽいというのは純粋だということだが、それは時に毒となるのだ。子供なら付き合っていなくても手をつないでいても不自然ではない。だが高校生ともなれば話は違う。この年で手をつないでいれば付き合っていると勘違いされてもおかしくない。もしかしてアイナは間違われても平気なのだろうか。ユウは横で歩くアイナを見た。綺麗な目が前を見据えて、顔はなんだかとても嬉しそうだ。あのさ、アイナ。ん？何？声をかけられ、アイナは優しく聞き返す。僕さ、その…アイナのこと。声が震える。アイナとつないでいる手に力が入る。体の部位全部に力が入る。変な汗まで出てくる。ユウは大勢の観客の前に立ったような気持ちだった。きっとアーティストはライブの時こんな気持ちなのだろうとユウは一般人ながら思った。ユウくん、僕アイナのことす、あと一文字が言えない。アイナは鈍感だから
はっきり言わなければ気づかない。ユウはゆっくり深呼吸をしてその口を開いた。僕、アイナのことが好きなんだ。え？勇気を出して告白したユウにアイナは驚きを隠せない。まさか告白されるとは思っていないという顔だ。その、俺と付き合ってください。ユウはつないでいた手をわざわざ離してアイナに向き直り、頭を下げて手を先出した。ダメだったら、はっきり振ってくれていいから。ユウは頭を下げたまま言った。自ら振られる可能性を立てておけば、振られた時もダメージが減ると思っていたのだ。私とユウくんが付き合ったら、ソウタが浮いちゃうかもね。アイナはそう言いながら、ユウの手を握った。え、それってどういう。手を握られたことで頭を上げ戸惑うユウに、アイナは優しく笑った。私でよければよろしくお願いします。やったやった。ユウはアイナの答えに飛び跳ねて喜んだ。もちろんこのことはアイナの両親には内緒だ。バレればきっとアイナは部活を辞めさせられるだろうから。よかったな、ユウ。二人の後をこっそりつけてきたソウタは、新しくできたカップルの様子を物陰からこっそり見ていた。みんなの声を届けます。清水谷放送局。